てて、まあ今日はでめっちゃ汗かいて歩いてたら、まあ、1時間ぐらい歩いてたんですけど、めっちゃ汗かいて長袖で行ったんですけど、暑すぎてお風呂入ろうと思って入りました。このピンクが分かりやすい。じゃーん。今雨すごないってきてる。雨すごい？なんか今日雨っていうのは知ってたんですけど、雨が降る前にお出かけしてたっぽくて、一応雨は気づかなかったんですけど、今日は雨なんですね。この前は波動がありましたね。波動なんとか、まあなんとか私が1回目の試合に出たんですけど、なんとかねシールド頑張れた気がする。とりあえず私の回は、まあ、おりんちゃんもいたっていうので、おりんちゃんめっちゃ強いから、そうおりんちゃんのおかげでなんとか迷惑かけずに済んだかなっていうところで、セリちゃんうまかった、だって嬉しい。私得点取ったの気づいてなくて分かんないんですよ、あれいつ自分が取ったとか。でもね、そうなんとかできてほっとしました。で1回目に終わったから、もうあとはもう見守るだけだったんで、ね、すごい安心しました。終わってからもうホッとしすぎてすごい気が楽だった。途中からそう楽しかったですよ。運動会みたい。波動まだ続くらしいね。ねえ、いつまでやるんやろね。もう私波動の度緊張するから、もう今回が最後っていう気持ちで出たんですけど、まだあるんだって。もう緊張するから、いや、やったら楽しいのよ。やるまでが緊張するの。でもやったらめっちゃ楽しいから、まあ、波動ができるのは嬉しいんですけど。そう。でも皆さんがシールドにもたくさん入れてくれたおかげで、シールドが満タンになって。ありがとね。私シールドしかできないから。コーチも、もう長野さんはもうシールド、もうシールド一択で、もうコーチがそう言うからね。まあ最下位だったんで、まあ罰ゲームで ADCM 撮影の AD として働くらしいんですけど、あれ全員なのかな。A の全員なのかな、あれって。いや
すごいチーム A として活動できるのは嬉しいからしたいんですけど、なんかすごい AD する気満々だけど、私はでも全員じゃなかったらどうなんだろう、いつなんだろう、スケジュール合うんかなっていうとこじゃない。そうそう、全員みんないたら絶対邪魔やん。だからどうなんだろう。そう、映らないよ、 CM 映らないし、あの本当にスタッフさんみたいな感じで働きに行くだけだけど、そのチーム A としての思い出になるやん。だからまあ行きたいなと思うけど、私がいるんだろうか、みんないるんですか、全員でやりたいけどね。めっちゃポジティブでしょ。でももうチーム休止しちゃうから、休止っていうかチーム制度なくなるから、もうチーム A で働けるならもうチーム A でなんかしたいですよね。でも外やったら嫌やな。外はもう暑いし、今の時期焼けるから本当に外だけは勘弁してほしい。スタ CM ってでもスタジオが多いけど、この前サヤリンとユニバ行ったんですけど、その時も紫外線、日傘あんま差さなかったけど、日焼け止め1時間に1回は塗り直してたんで、日焼け止めを塗る時間ぐらいは欲しい、もし AD やるとしても。外で日焼け止めだけは持ち歩かせてみたいな。サングラスつけようかな。お、ラジオ聞いたよ、楽しかった、ありがとう。昨日はラジオだったの、走らないと。あのミオさんがお休みで、そう波動の時にあのラジオよろしくお願いしますって言ってて、だけど急遽ね、そうサホさんに変更になって、でサホさんとラジオだったんですけど、めっちゃ楽しかったっていうか、めっちゃ久しぶりで、あのスタジオに行くのがっていうか、ラジオ自体も久しぶりだったから、半年以上ぶり、半年ぶり忘れたけど、最後いつかでも結構久しぶりだったんですけど、私はもうゲストだったので、もう超気楽に行きました昨日。サホさんのセリフ量がめちゃめちゃやばかったけど、私はすごく気楽に参加させていただきました。楽しかった。サホさんの声めちゃめちゃいいよね。今度公演でも一緒だからね、楽しみ。グミッチェルがもうめっちゃ美味しかった。マブいっぱい当てられてるの笑った。そう、あのまあそうだよねって思って、マブしか思いつかないよね、逆にっていうか、
あの写真は私たちがもうマブマブ言うてるんだからね、そりゃそうなるよねと思ったけど、でもあんなに当てられてるとは思わなかったね。ずんちゃん写真うま、素敵な写真。ずんちゃんって本当に写真撮るの上手。ずんちゃんはもう本当ここ最近めっちゃ仲良くなったんですけど、もうマブもうマブです。カフェも行ったし、なんかそう関西人だからやっぱ波長が合うのかなって思った。なんかノリがね、安心するっていうか。なんで仲良くなったん、なんでだろうね、どこできっかけなんやろ。でもずんちゃんがさゆなと仲良くて、で私もさゆなと仲良くて、さゆなつながりでまあ喋るようになったのかな。大人やろね、なんか。あとでもコンサートのリハとかで一緒だったりとかもして、それで喋ったりとか。あ、なあちゃんのソロコンじゃなかった、そうだ、ななさんのソロコンを見に行って、で一緒に行くって言ってなかったんだけど、そのたまたま見に行ったらずんちゃんがいて、でそこでめっちゃ意気投合したんだ。そうです、そうだ、すごい、そこだ。なんかコンサート見に行って、あんまりその人とあんま喋らないじゃないですか、普通そんな始まるまで一人で行った場合、特に誰かといったらその人と喋るけどさ、でもなんかすごい喋りやすくて、話したらでずっと話してて、で帰りも一緒に帰ったので、仲良くなりましたね。そうだ、それが一番かも。くるるんとかも最近よく話す。あったら、チーム違うけどね、喋りやすい。なるほど、オタクもコンサートで意気投合みたいなのあるよ。あ、そうなんだ。まあでもそういう時に会いますもん。おたともっていうの、明日公園来る人、はーい、キャンセル待ち、はーい、おー、キャン待ち、仕事やった。明日はまあシール交換するんで、楽屋でカバンにシール帳入れましたし、みんな持ってくるかな、シール帳
あえて避けました。生誕が近々来そうなので。おお、そうですよ、6月の土日やからね。5冊持ってくるん、エリーちゃん。ねえ、どうなんですかね。5冊はすごいなと思って、楽しみ、持ってきてほしいみたい。今月劇場でセリカタに会えてない。マジ？でも劇場少なくなかった？今月そんなことないか。まあ3回ぐらいは出たか。まあでも雫公演とかあったけど、それはもうレイちゃんの卒業公演だし、まああんまね、あんまあれやったね。6月はまあ生誕あるはずなんで、それで来てください。明日メンバー誰やろ。シール交換メンバーがいるっていうのは知ってる。あと誰やろ。ミオンがいたと。ミオンさん体調大丈夫かな。千織さんいるんだ。カリカリ梅メンバー、千織さんね。それ千織さんだから、カリカリ梅メンバーは。あ、コミさんとかいる。あ、マリアもいる。ありがとう、教えてくれて。フルネームで全部名前順か。さやりんはもう元気になったって言ってたし、マリアも波動の時体調悪かったらしいけど、なんか元気ってインスタに書いてたし、大丈夫かなみんな。明日ね、みんな元気だといいね。そうですね、私は元気ですよ。ちなみに何のシールを交換するの？シールなら何でもいいの？シールは何でもいいんですけど、平成に流行ったシールがいいんですよ。あの今ってなんかコラージュ、なんかノートにあのおしゃれな薄っぺらいシール貼って、なんかコラージュっていうのが流行ってんのね。そういうコラージュ用のシールもいいんだけど、それだとシール帳に貼りにくいんです。薄くて剥がしにくいし。だからそう、平成に流行ったなんかダイヤモンドみたいなシールとか、あのプクプクしたもうやつとか、水が入ったやつとか、なんかメルヘンみたいな、あと着せ替えシールみたいなとか、なんかそういうの薄いのじゃなくってかさばるやつが多分人気なのね、シール交換だと。そう、そうそうそう、平成に流行ったシールが人気。今はおしゃれなのが多すぎる。どこで平成シールをゲットするの？まあどこだろうね。平成のシール今売ってないから、やっぱメルカリとか、メルカリ
で売ってる人いるかな。で私はハンズとかロフトで、まあ、買ったけど、でも難しかった平成のシール探すの。調べてみよう。なんて調べてんや。へいへいせいシール。懐かしい。パンのシールとかね。タイルシールはこれか。タイルシールは私あんま知らなかったな。でもあの売ってるのは知ってたけど、あ買ったことはなかった。ガチャピンとかね、懐かしい。あ、誕生月の色で分かれてるシールとか。たまごっちとか。懐かしい。なんか顔でかくて胴体めっちゃ小さいみたいな人のシール。うわー、でもめっちゃなんか プリキュアとかね。でもなんか違うな。うん、懐かしいシール交換。懐かしい。ネットで調べたけどめっちゃ懐かしい。わ、一期一会とかめっちゃ本読んでたな図書室で。かわいい。焦げパン知ってる。懐かしい。タレパンダとかね。あ、ポケモンシールね。私も集めてた時あった。ポケモン何も知らんのにシールだけ集めて。一期一会は最近また少し流行ってるね。あ、そうなんなんやろね。ポケモンパン美味しいよね。いちごの蒸しパンみたいなやつ。そうね、いちごの蒸しパン美味しかった。っていうか深夜、今日の深夜もワンピース見ましたよ、ジャンプ。でも来週お休みなんだって。再来週か。そしたら寂しい。なんか一気に読みすぎてすごいワクワクしてたんですけど、なんかね、アニメはまだ全然追いついてないから、アニメちょっと見るんですけど、あの早く読みたいって言いながら今ビックリマンチョコ見てるんですけど。で今も売ってるよね、またワンピースのチョコシールのやつ。
ゃーん。これ前も自慢したよね、私すごくね。コレクションするの好きすぎなんだよ私。めっちゃある。1枚につき5枚かぶってるのとかもあるから、交換したい、こういうのとか。これもシール。でもこれはシール帳に絶対貼らない。なんでかっていうと後ろにこういう説明みたいなのが書いてるから。本当にコレクション好きすぎてテンション上がる。あとビブルカード。じゃーん。こんな感じ。中はこれ見せん方がいいか。これは前も言ったけど3冊。これめっちゃいい。本当に好きな食べ物とか書いてるんですよ。これ買わないと、また多分増えてるよね。開いてる。多分増えてるから買いに行かないといけない。麦麦は家にあるんですけど最近集めてない。でも20個ぐらいあるからもういいかなと思って。麦麦はフフフ。経済回すセリちゃん好きだって。経済回してますよね私。ワンピースマジで回してると思うわ。シャンクスの嫌いな食べ物はブルーベリー、好きな食べ物はキムチチャーハンとロブスター。私キムチチャーハン作れる。今度シャンクスに作ってあげよう。キムチチャーハンってセリちゃんの得意料理じゃん。そうなの。あのね、得意料理。ブルーベリー嫌いなんだって。黒ひげがブルーベリーパイ好きやん。シャンクスはブルーベリーが嫌いなだけで、ブルーベリーパイは食べれるかもしれないけど。ビブルカード増えてるか調べてみよう。でもバインダーに入んないんですよ、あの紙がパンパンすぎて。だからバインダー増やしたいんですけどね。新しいバインダー売ってないかな。
え、っていうか単行本のさボックス、和の国編、和の国編かイントネーションのボックス発売されるから買おうかな。40分にランキング読もう。和の国、そう、もう終わったと思う。インナーカラーはパープル。まあね、ピンクのつもりだけど落ちたね色。そんなにすぐボックス出るっけ。いやでももうすぐじゃないいつやろ。最近なんでワンピースのモチベ上がってるの。いや、なんか追いついたからかなあの、もともとモチベっていうのは上げ上げなんですけれども、追いついてよりまた今めっちゃ面白いし、しかも謎が徐々に明らかになっていってるっていうか、伏線がどんどん少しずつ回収されていってるから、そう今おもろくてまた再熱。そうでもむずい、なんか理解に時間がかかるんですよね、漫画読むの。漫画読むの慣れてなさすぎてめっちゃ時間かかる。どうやって追いついたの？そもそもワンピースにハマった時もハマった時はアニメで、全部アニメ借りてレンタルビデオ屋さんで、でそこで毎日毎日ワンピース見て、で魚人島ぐらいまで追いついてみたいな。そんでそこからはまあアニメで見つつ、でもパンクハザードでちょっと止まったんですよ。もうなんか長いと思って止まったんだけども、見てまたアニメで、でもう今は完全にジャンプのアプリに課金して読んでます。なんかアニメはめっちゃ長くて時間かかるけど、漫画はやっぱりどこでも見れるので、移動中とかアニメより見やすいから、だからね、すごい追いつくの早かった。最近は考察を見たりするのが好きでハマってる。考察とか、まあ、調べて、そう YouTube とかで見たり Twitter とかでこういう意見もあるのかって見たりするのが好き。
最新話が出るまでの楽しみっていうか、そう週に1回だから2週間に1回とか、その間に考察を見てワクワク度を上げてるというか、で漫画で見ると早くアニメで声優さんの声とか、あのこれこの人の髪色は何色なんだろうとか、服はどんな色なんだろうとか、そういうのも楽しみだから、結局全部見たくなりますよね。あとアニメのあの映像がすごい、そして映画みたい、毎週毎週クオリティが高すぎて綺麗、なんか迫力が違う。よね、そう思うよね、みんなも。そう、戦闘シーンが特にすごい。そうなのよ、本当にすごい。あとアニメはもちろんワンピースと、あと今推しの子と、推しの子はアニメしか見てないんですけど、とブルーロックも見てたし、あとそうだね、それ見てます。推しの子面白いですよね、めっちゃ。ドラマはなんか今何やったっけ、ネットフリの前言ってたんですけど、あこれやクライシス、ん、これこれをずっと見てる。公安機動捜査隊特捜班クライシス。これ全然進んでなくて、私今6話、それをまあ見たりしてますね。そう、結構怖、なんか怖いっていうか、そうなのよ。罠の戦争めっちゃ面白かったな。インフォーマーも良かったね。ちょっとグロいけど。なんだろうね、愛の不時着は見てたけど途中でやめた。カルテット面白かった、ファンの人がおすすめしてくれてね、見た。見たいのはいっぱいあるね。アバランチも好きだし。
ゼニの戦争見てた。いや戦争シリーズめっちゃ見た方がいい、面白い。映画はマリオ見た。コナンが面白いってめっちゃ言われて、あネイル書いたね、言ったね前。そうネイルのお姉さんにコナン見た方がいいですよって言われて、めっちゃ面白いですって言われて、コナン気になってる。全然コナンとか見てないんですけど、あんなに面白い面白い本当に面白いとか言われたらちょっと見たくなっちゃってます。マリオ面白いですね。さよなと普通になんかめっちゃ笑った。コナンは本当に土曜日の夜にテレビつけたらやってるぐらいのレベルなんですよ。私はつけたらやってるから見るみたいな。コナンも長いよね、めっちゃ。コナン月曜日世代です。月曜日そうなの。コナンは土曜日の夜青空レストランの前にやってるよね。ですよね。違う、あと前か、どっちや。18時ぐらいからランキング読もう。テレビに詳しい。最近はマジでネットフリックスか YouTube か TVer なんですけど、大阪に住んでる時代はめっちゃテレビっ子だった。毎週のこのテレビが楽しみとか、めっちゃテレビ好きでしたよ。最近はニュースをよく見ますね。じゃあ一旦ランキング読んでアフタートークします。13位、鉄アット台湾。今日も可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、トリオヤジアット、夜ご飯何食べたの。牛タンと春雨スープとイカとご飯食べました。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、幻アット、明日の公演ファイトさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、中心アット、今日のメイク薄いセリちゃんも可愛いよさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、ぶっちゃんアット、早く劇場でセリちゃんに会いたいさん、ありがとうございます。生誕来てね。8位、タクアット、髪色いいねさん、ありがとうございます。書いてないけど、なありがとうございます。7位、マッチンアット、セリちゃん髪色いいねさん、ありがとうございます。嬉しい。6位、タカタカアット、セリちゃんの今日のパジャマ桜で可愛いねさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、中心アット、明日の髪型決めた、決めてないです、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ブラックドッグアット、これから何するの、ワンピース見ます
そうなんだ。3、ありがとうございます。書いてないけど。3、赤いゾウさん、アット、セリちゃんのナチュラルね、ネイルかわいいね。3、ありがとうございます。書いてないけど。2、まさのぶ、アット、セリちゃん波動と昨日のラジオお疲れさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は淡路の黒ひょう、アット、初参加の波動楽しかったです、ありがとうさん、ありがとうございます。来てくれてありがとね。はい、今日もありがとうございます。明日トークして終わります。髪型どうしよう明日。いや本当にね、どうしようかなみたいな。静かはね、ポニーテールしました。明日帽子あるんで、そう、今週オンラインお話し会もある。そう、オンラインお話し会あります。楽しみ。今週か、今週土日ですよね。この色持ってるといいな。結構綺麗に残ってるね、意外と。最近外羽不足ってきてる。外羽やってない。確かに波動昼夜髪型変えてくれるのは優しかった。波動はなんか被るから頭に崩れるから下ろしてたんですよ、お昼で。夜は何もしないからいいやと思って半普通にしました。細い三つ編み、そう、細い三つ編みにハマってて細い三つ編みしましたね。よく気づいたね。わかるかそう、夜はハーフツインのメンバーがめっちゃ多くてめっちゃハーフツインの子多かったよね。すれ違う人みんなハーフツインやった。そう、カラーゴムね、つけてもらってね。皆さんはこれから何するんですか？セリカ以外見てないから大丈夫。それは安心やな。明日劇場行くからね。ありがとね。待ってます。寝ます。お風呂入ります。読書、お風呂入って寝ます。晩ご飯食べます。ただいま帰宅中。ホイコーロー食べます。お風呂入る。テレビ見る。おー、様々ですね。
みんなでもお風呂入るが多い。寝るとか。みんなお疲れ様です。毎日毎日アイス食べる。いいね、アイスよね。この時期アイスしか勝たん時期がやってきたね何アイスっていうか、私あれ楽しみなんですよ。ファミマのアールグレイフラッペみたいなやつ楽しみ。あれめっちゃ美味しいの。ピカチュウの層ピカチュウの層初めて知った。そんなあるん？ピカチュウってことはなんかレモンみたいな、パチパチ弾ける系もしかして。明日の最高気温17度。寒っ。今日あんな暑かったのに。マジか。ピカチュウって何味なの？トロピカル？トロピカルね。明日だけ？あ、そうなんや。なんか最近寒かったり暑かったりしすぎじゃない？なんか気温差にやられるね。雨降ったりするし。公園の日は暑すぎない方が安心。確かに。やっぱ外も暑いとね、室内もやっぱ暑ってなるもんね。そっか。ね、調子おかしくなっちゃうね。気をつけよう。今日月曜日か。そしてあした5月23火曜日。あね、あした火曜日。曜日感覚なさすぎてちゃんと唱えないとやばい。間違えて土日とかにお出かけしてしまった場合、あれなんか今日人多いなってなっちゃって、携帯見たら日曜日みたいな、え、日曜日にお出かけしちゃったみたいな感じになっちゃうから、本当にちゃんと曜日は見ないと。あとね、行ったお店が定休日みたいなとかもあるから、曜日をちゃんと見て調べていかないと、あー今日休みかとかなっちゃうから。そう、いや日曜日のお出かけはめっちゃいいんですけど、なんか平日にお休みなことが多いから、私の場合はね、土日の方がお話し会とかイベント系が今まで本当に多かったから、平日にお出かけしてなんか空いてるなって時が多いんですけど、そうだから、そう日曜日とかに出かけたら人多いなってなっちゃうわけ。そうで、たった日曜日お出かけするのが悪いとそういうのじゃありません。そう、そう平日はね、そう電車が混むのよ、朝とか夜の帰宅ラッシュの時が混んでるなっていう印象。そうなのよ。空いてる方がいいよね。まあね、混みすぎはあんまりね、誰も嬉しくないよね。
めっちゃ混んでる嬉しいとはあんまならないんですけど、なんかほどほどに、まあ全然普通ぐらいでいいんですけど、あのねえ、そうユニバがめっちゃ混んでて、まあでもアトラクション長くて70分待ちでも、まあ並んだのは40分ぐらいとかが多かったんだけど、修学旅行で学生の人がめっちゃ多かったイメージ、学生の人が本当に多かった、制服着た人が多かった。そうマリオとか100分以上だったからさすがに諦めたけど、スパイダーマンとか15分ぐらいで乗れたんですけど、あとスペースファンタジーみたいなやつもドラえもんとコラボしてたからか、めっちゃなんかいつもより混んでた印象でした。でもサヤリンとずっとおしゃべりしてたらあっという間だったよ。一人だと結構ね寂しいってなるかもしれないけど、誰かと一緒にいると短く感じるね。そうです、ハリーポッターはもう長かったかも、結構並んだ。いつぶりのユニバで、ほんと1年ぶりとかかも。はい、めっちゃ久しぶりでした。次はディズニーに行きたいと思います。では今日もありがとうございました。明日は公演です。頑張ります。じゃあまた配信します。ありがとうございました。バイバーイ。